ウントレフェリー、VAR が介入。主審が検証した結果、右足首付近を踏みつけるファウルで止めたとして、相手の背番号10、MF ウィルデル・ビエラにレッドカードが提示された。平川は気丈に立ち上がってプレーを続けたが、同34分に自らピッチに座り込んで、続行不可能の意思を示した。単価で運ばれて交代し、ブレーメンでプレーする佐藤慶誠が後を受ける。 前日に DF ハンダリク、ガンバ大阪、が負傷し、メンバーから外れたばかり。苦難は続くが、ピッチ上では投手は衰えず、前半は日本が1-0リードで折り返した。後半も日本が主導権を握る。当治の午後8時に始まったが、まだ強い日差しが降り注ぐ中、青が白を押し込んだ。後半18分には水戸が2点目を奪う。 昨季まで同じスパルタでプレーしていた斎藤の左クロスに頭から飛び込んだ。ゴール右へ突き刺す得点で波顔一勝。複数得点はアテネ大会の初戦、同じパラグアイ戦で小野晋司が2得点して以来の躍動となった。もう止まらない、3点目だ。24分、中盤を支配していた山本が左足で相手の心を折るゴールを沈めた。さらには途中出場の藤尾が2ゴールと、 規律を失ったた相手にやりたい放題守っては DF 高いが出色の出来でシャットアウトした。攻守が噛み合った日本が完勝で勝ち点3、得失点差プラス5をつかんだ。68年メキシコ大会以来56年ぶりのメダル獲得を目指す日本。一次リーグ第2戦は27日、日本時間28日に同じボルドーでマリと対戦する。